は、千葉県市川市高野第一の3の1に本部を置く、日本の私立大学である。1950年に設置された。大学の略称は、千葉商大であるが、大学自体では、クックを主に使用している。学生が24時間自由に利用できるものを含む600台以上の PC 端末、キャンパス全域に張り巡らされた、無線 LAN 10GBps のワイドバックボーン接続を活かして情報教育を行っている。また、半額半教の精神に基づき、陰性だけでなく学部生を授業のアシスタントとして採用する TA、SA 制度を広く採用している。図書館は一般からの利用者も多い。資格を取得したい人のためにサポートも充実されている。学内を会場として行われる。 講演会や学会、また入学式、卒業式などの各種イベントは、デルミディアストリーム形式によるインターネットビデオ中継として一般公開される。地域の自治体と連携して、地域経済活性化、市街地再開発、防災まちづくりなどをテーマとする調査・分析事業を教育研究として実施している。2008年に、 全身の旧性交渉時代を含め創立80周年を迎えた。創設者、遠藤隆吉の提唱した人材像を対局に立ち、どんな時代でも世の中をリードしていく未来創造型の人材すなわち、春道屋の育成を標榜し、実学の精神にのっ,とって社会に貢献する大学として存立している。地域連携を重視している。市川市との間で、 包括協定を締結しており、地域防災など様々な政策的取り組みを行っている大学である。市川市市長室、大学、付属高校の3点をネットワークで結び、ビデオ会議システムを通じて授業を行っている。自治体や NPO 関係者などを集めて、地域課題についての研究発表や交流などを行う、ユニバーシティフォーラム、 近隣の小学生らを対象として、経済や商業の仕組みを体験してもらう、キッズ大学、ジュニア大学などのイベントを毎年開催している。また、地元千葉の球団である、千葉ロッテマリーンズ監督のボビー・バレンタインを、客員教授として迎えていた。千葉商科大学は、ISO14001 の認証を、学生主導での取得や市川市教育委員会との共同により、 周辺の小中学校に学生がインストラクターとして出張する形での環境教育プログラムなどが実施されている。学部、編集大学院、編集付属機関、編集ありがとうございます。